日本山口県下関市阿弥陀寺町阿弥陀寺町は山口県下関市にある地名。郵便番号は750の0003。当地域の人口は2015年の国勢調査によると601人で、世帯数は295。下関市の唐と付近に存在する。西部は唐と町と中の町、北部は宮田町、東部は 本町と壇の浦町と隣接する。阿弥陀寺町は江戸頃から使われてきた地名であり、その当時はまだ下関市ではなく豊浦郡赤間関に属していた。阿弥陀寺町の由来はその名の通り阿弥陀寺という寺の名称にちなむが、現在は赤間神宮となっている。かつては船問屋や魚屋、料理屋が多い町であったゆえに、現在も料理屋が残っている。 阿弥陀寺町にある本陣伊藤邸は、オランダのカピタンや吉田松陰、明治天皇などが宿泊したことがある。安徳天皇を祀る赤間神宮には、多くの文化財が残っており、1906年4月24日に、平家物語が国重要文化財として指定され、その後も、資本金字着色、安徳天皇へが、剣士定友系文化財、剪定祭が、 市指定の無形民族文化財に指定されている。春潘路は富士の玄洋が開業した施設であり、日進校は会議の地として知られる。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。ありがとうございます。